お嬢様、何かが違う。様子がおかしい。ザクヤ、面白いわね。どうしてしまわれたのですか、お嬢様。さあ、戦いましょう、ザクヤ。面白いことが起こるわ。お嬢様、話を聞いてください。一体。ザクヤ、言う通りになさい。ですが。もっともっと、もっと闘気を高めなさい。闘気を出しなさい。には荷が重すぎたかしら。よくもゆかり、貴様たぎってるわね。でもまだまだよ。許さない。お前は絶対に許さない。いいわ、今度は私が相手になってあげる。この子も遊びたがってる。と、そろそろ十分かしら。まだだ、降りてこい。ここからはまたあなたのお嬢様が相手してくださるようよ。お嬢様お嬢様、そろそろ生と死の境界が交わる頃、最強あやかしに集まった闘気がレニリアに集まるわ。これが生きながらに死を操る力か。お嬢様、おやめください。素敵な力なの。ついに完成したわ。あなたたちにこれが止められて。お姉様、素敵。殺したいくらい。レニーの普段も楽しそうだし、しばらく放っておいたら。そんなこと言わないでください。早くどうにかしないと。昨夜しかない。どういうことですか。かかってきなさい、サクヤ。わかりました、お嬢様。踊りましょう、この命尽きるまで。妹さん、暴れてください、暴れてください。
私が。お嬢様、普段のお嬢様なら私が叶うはずがありません。余計な力など。お嬢様はお嬢様のままであるのが一番です。昨夜さあ、館に帰りましょう。で、結局何が目的だったのかしら。まあまあ、満開とはいかないけど、こんなに綺麗な桜が拝めて、しかも美味しいお酒まで飲めるんだから、それでいいじゃない。そうですよ。何が不満だって言うんですか。よくないわよ。どれだけ迷惑してると思ってるの。とか言いながら、結構楽しんでたじゃない、上司さん。まあ、そうなんだけど。で、なぜこのような異変を起こしたかを。ザクよ、それ以上追求してはダメよ。せっかくの料理がまずくなるわ。ですが。ザクよ。はい、お嬢様がそうおっしゃるのね。それにしても運動の後の一杯は最高に染み入るわね。外に生えていた巨大植物のソテーもなかなか肉厚で美味しいわ。お酒にもよく合うし、さすがサクよね。ありがとうございます、お嬢様。レミリアもこうして無事だったんだし、万事解決ってね。今日もお酒が美味しいぜ。あなたは書庫で本を持ち出しただけじゃない。そんなこともあったかな。あなたまたそんなことしてたの。抜け目ないわね。え、本当に。私は知識の探求に貪欲なだけなんだぜ。ヨーム、もうこっちお団子ないわよ。はい、ただいま。月が本当に綺麗。ヨウムもこっちに来て見てごらんなさいな。はい、ただいま。火の玉よけっこゲームしようよ。もう勘弁してくださいよ。やだやだ、もっと遊ぶの。アリスはお人形さん投げて爆発させる係ね。え、ちょっと本当に大丈夫なの。やばいんじゃないの。いくよー、ババーン。うわー、おあじゃなくて本当に良かったわ。こうして幻想郷の夜は更けていくのでした。なんか